人を幸せにする人が幸せになる。オムロン創業者立石和真。京都にあるオムロンの草津工場には、人を幸せにすることが幸せになると入り口の大きな石に刻まれている。社員たちは工場の周りに桜の木を植え、工場近辺の掃除をしたり、また4月になると通学に慣れない小学1年生を交通事故から守るため、工場の近くの横断歩道に黄色の旗を持って立つ。このように社員一人一人が心からの奉仕活動をする社風の背後には、創業者が残した企業理念や社会に関わる時の心があるからだ。立石は、幸せは直接つかめない、人を幸せにすることの反応として自分が幸せを感じるものである、周囲がすべて幸せになっていけば自分もいつの間にか幸せになっていく、これは商売でいう奉仕優先、消費者優先の考え方である。自分だけが幸せになりたいと思い、人を押しのけてでも自分の利益のみを追う自己優先の考えは間違いである。社会、お得意、消費者優先である。これなくして企業の繁栄はないし、企業の繁栄なくしてお互いの幸せもありえないと語り、人を幸せにする人が幸せになることを常に強調していた。